この試合はこの試合の解説の千代選手、そして上村恵里香さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。第9試合フェザー級3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。青コーナー平野亮が対赤コーナー竹内正樹の一戦です。先ほど工藤選手、工藤さんの引退セレモニーが行われて、その舞台でのこのフェザー級での試合ということになりますね。そうですね、勝ち方によっては本当にだって、決定戦に出れますからね。はい、ですからここは一つアピールの場になるでしょう。竹内としては最後工藤にはリベンジできずというところではありましたが、その工藤がいなくなったところ、頂は自らの手で掴みに行きたい。そのためにもこのフェザー級7位の平野には負けることはできません。対する平野としてもフェザー級1位の竹内に勝つと一気にその王者というところが見えてくる、そんな一戦になります。シルバーのトランクスが竹内、そして黒のトランクスが平野です。左のミドルで返していく竹内。竹内選手はしっかり蹴っていこうっていう作戦なんですかね。はい、平野としてはローを出して先ほど行きましたが、どう組み立てていくか。再びロー、左ミドル、蹴りうまいですね、やっぱり、蹴りがあるからやっぱり平野選手中入れないんで、はい、このリズムで平野選手はあまりやらない方がいいですよね。そうですね、向いてに近いですよね、こっちは。なるほど、足の踏みのこのタイミングというのが、そうですね、来た時に前蹴り合わせたりミドル合わせるんで、はい、平野選手の、去年の10月22日の試合も接近のハイキックで相手痙攣してたので、あ、そうでしたね、やっぱり打ち合いというかもうちょっと近い、今よりももうちょっと近い距離での攻防の中に平野選手の、良さが出るんじゃないかなと思いますね。ラスト1分、平野はバックボーンはキックボクシングなんですが、アマチュア時代にはグローブ空手も経験していました。ですから近い距離もパーンというハイキックが出てきます。本当に独特な距離であのハイキック綺麗に蹴れる選手なので、はい、そこは一つ注意が、竹内選手は必要かなと思いますね。なるほど、ただこの独特のリズムで竹内が自らの前に引き込んでいくかというこの第1ラウンド。ラスト30秒、はい、ストミオ待つ、離して、ストップ、福村ゆか君が、はい、コンビネーションを出していくのは平野です。ラスト10秒、マイクル、左ミドル、竹内選手合わせるのうまい。ここで第1ラウンド終了です。しっかりと相手を見ながらという竹内、対して平野はやはりランク上の選手に対するわけですから、どんどん前に出てくるというスタイルになっています。まずはこの第1ラウンドを振り返って白さんいかがでしょうか。竹内が自分の距離で戦ってたなって、はい、前ゲートミドルを合わせたんで、もうすぐパンチも入れてくると思うんで、はい、それに対して平野選手はどう、返すというか、狙っていくのかなって感じですかね。上村さんはいかがでしょう。そうですね、今のあのリプレイで見られたようなハイキックだったりとかミドルの打ち分けもすごい上手なんですけど、若干そのリズムっていうかムエタイのリズムに今なってるなっていう感じがしたので、2ラウンド以降はもうちょっと平野選手はガンガンスピードちょっと早めていった方がいいんじゃないかなと思いますね。スピードの切れ味は平野は持っています。対する竹内はその経験です。ラウンド
今日がプロ通算で41戦目、戦績は24勝14敗、2分け 6KO という竹内。左のインロー、あーここでやはりパンチ、ジャブを出してきました。どう打ち分けていくか。平野としては竹内の術中にはまりたくないところ。あー入ってくる、このにスッとあの距離でも出てくるわけですね。そうなんですよ、はい、大きいのが入ってる。竹内ミドル、まっすぐまっすぐ、オーソドックスタイルから平野は左のハイキックがスッと出てきます。竹内選手のあのセコンドが言ってるみたいにまっすぐの攻撃でいいと思いますね。ジャブだったり前蹴りだったり平野選手結構振ってきてるので、はい、ナイスジャブ、いいですね。ジャブ出てきます。竹内は本当この距離でもうジャブと前上げてみるので、うん、でも近いけど本当怖いですね、蹴りが、オーソドックスタイルですが、平野は左のハイキックで相手を倒す力があります。もうジャブ、竹内はまた縦に返す、距離を詰めていくのは平野。ボディー竹内、頭気をつけろ。両者ともにこの距離感を大事にしながらという状況が続いています。ラスト1分、第2ラウンドも1分を切りました。前に出てくる、前に出る、ジャブで突き上げようという平野。ロックしないだけ、ロックしない、浅野選手は竹内選手の攻撃の打ち終わり攻めたいですけどね。前に来る平野、ラスト30秒、よく見ているのは竹内。竹内も何か相手を見ながら合わせようかという状況。ここで左のジャブ2回、3回と来た。左の蹴りで忘れんな、忘れんな、忘れんな、左ミドル、左ミドル、左ミドル、前に来る、あっと、これはスリップでしょうか。どうだ、ノーダウンです。平野のジャブ伸びてきました。ここで第2ラウンド終了です。ほんの少しですが動きがありました。シローさんはここまでの展開どのように読んでますか。まあ、竹内選手が見切ってきてるかなって、その動きを、はい、遠い距離で合わせたりもできてたんで、平野選手が結構もう戦いづらくなってくるんじゃないですかね。さらに蹴りからパンチのコンビネーションとかも竹内選手見せてきたんで分かりづらいですよね。神野さんはいかがでしょうか。そうですね、やっぱりやりづらさ、平野選手がやりづらさを感じてるなっていう感じがするんですけど、でもやっぱり飛び込んでの攻撃はなんかしっかり竹内選手ももらってるので、で上田選手って結構まっすぐ下がっちゃうので、あえてロープ背負ったりコーナー背負ったりする場面が増えると、まあ、ライズだと印象も取られちゃうので、まあ、平野選手は思い切り、まあ、踏み込んだ方が、まあ、印象は良さそうですよね。ここまで両者ともにこうギアを上げてくるという瞬間は見られませんでしたので、第3ラウンドどこかでスイッチを入れてくるかもしれません。ジャブ2回、まあ、両者ともにジャブをしっかりと出してきます。松、ここで打ち合いになった、右竹内が応戦するが、平野も行く、平野が前に出た、やっぱ平野選手はそこにチャンスが、この距離にチャンスがありそうですね。打ち合ってからの左のハイキックも出してきました。平野ロックなしな、一気にこのフェザー級一位を食うことができるか。平野ロックなし、ロックなし、現在平野はフェザー級7位、対する竹内正樹はフェザー級1位。竹内選手も綺麗に戦おうとしているので、はい、平野選手はガチャガチャにして持っていった方がいいですね。がむしゃらにいけるか、離せ離せ離せ、
現在第3ラウンドも残り2分を切ります。手は押せよ、押せよ。ここからさらに2人の打ち合いということになるのか。そういいそれから分かる、それから分かる、それから分かる、平野前蹴りから前に出る。よく見ているのは竹内。ちょっと平野選手焦ったりですかね。ちょっとやっぱり尻がちょっと落ちたなんで、このパンチの勢いがちょっと疲れが見えますかね。そうですね。チャレンジはすべてパンチが避けられています。まだ気持ちだぞ。ここでホールディングが多いということで、竹内選手にイエローカード1枚です。なお減点とはなりません。再開します。もう1枚竹内にイエローが出ますと減点となります。前に出る平野、ここで平野前に出てきたか。ラスト1分一気で返す。さあ残り1分です。まさきロックすんのよ。両者ともにちょっとこう疲れが見合いますかね。そうですね。平野選手も結構体で前に出ちゃってるんで、まあもうなんていうのかな、もう体でぶつかってるような感じなので、クリンチになるのは多少しょうがないかなって感じしますけど。ここでクリンチに行ってジャンピ。さあ残り30秒です。両者とも今に出る。体力的には厳しいか。平野選手もここでハイキックとか出せるとダンスありそう。そうですね、蹴り出したいですけど、スタミナ的になかなか厳しいかもしれませんね。対して竹内、ここでホールディング、レッドカードが与えられました。これで竹内減点1となりました。ここで試合終了です。これより良くレフリーを見逃さなかったなと。まあ、確かにそうですね。あの最後のホールディングのところ、いや2回膝打ってるのでだったと思います。失礼しました。首相撲からの膝2回のところでした。これは禁止されています。そこでイエローカード2枚目合わせてレッドカード1枚、減点は竹内1ということになりました。どうですかね、これ最後に減点があると2ポイント差までつけれましたかね。竹内選手延長1ラウンドあるから、はい、いやまた延長かもしれないですね。確かに可能性ありますよね。もったいない。フェザー級3分3ラウンド、延長は1ラウンド設けられています。さあ判定は。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ豊永29対28、青平野。ジャッジ佐藤29対28、青平野。ジャッジ小川30対29、青平野。以上3対0の判定をもちまして、勝者平野亮が3対0で平野亮が判定勝ちです。やはり最後のあの減点が響いていたでしょうか。そうですね、減点がなければ延長でしたからね。はい、でもなんかもうちょっと竹内選手の蹴りを取ってもよかったんじゃないかなって自分は思ったんですけど、はい、まあまあまあ平野選手も、まあ、最後まで諦めなかった結果ですごく、まあ、よかったです、フェザー級7位の平野がフェザー級1位の竹内に勝利を収めました。ラウドガールと同じ格好です。左肩のタトゥーは虎が刻まれています。まさに今年は虎年。この左肩です。平野の年になるでしょうか。選手退場。なんとなんと第9試合フェザー級、フェザー級1位の竹内正樹を
フェザー級7位の平野龍馬が判定で破るという結果になりました。